じゃあね、いわゆる、スポンジチッピングという方法で、やっていきたいと思います。米軍おじさん、ちょうどシンクロでチッピングしようと思ってたのでガン見します。わら、まあ、ガン見するレベルじゃないですけどね。まあこうスポンジに取ったら、まあ余分をこう取って、このスポンジのね、先端が当たるか当たらないかぐらいでちょんちょんとこう入れていきます。どういうとこに入れるのっていうと、米軍機非常に難しいんですけどね、こう剥がれてるようで剥がれてなかったりとかしてるんで、まあこう風が当たってこう、ね、熱が加わるだろうところとか、そういうところに軽くこうちょんちょんとこうピュッピュッとこう本当に触れるぐらいで、米軍機なんでそんなにいわゆる派手派手になんていうのかな、色が取れるってことはないので、あとはまあこう乗員が乗り降りするであろうところとか、あとはまあ歩行体が剥がれてこう下から出てきたかもっていうところをこう中心に入れていければなと思います。かといってもあんまり少なくても面白みがないんで、わざとちょっと嘘は混ぜてはいきますけれども、水口誠さん、こんばんは。普段からモデルばかりだからゼロ戦作りたいけど勇気が出ません。戦艦も作りたいか、一回買ってみようかな。車を作ってるんであればゼロ戦は全然大丈夫だと思います。船も基本的には大丈夫なんですけど、船はちょっとね、また、違う、まあ、もしエッチングを使ったりとかなんだっていうと、少し、様子が変わってくるところがあるんで、前田治さん、それさえなければ大丈夫ですね。すぐみ、ストレートの製作だったらもう全然多分、車ができているんだったらもう問題ないです。まあ本当にそんなに派手派手ではないですけど。水口誠さん、ありがとうございます。そもそもなんで俺こんな上に乗せてんだよ。もっと安定したところに乗せるよ。安定したところでこうやってね。こういうところに乗せればもっと安定するのに俺は何をしているんだ。そのための M 字ブロックじゃないか。F 字ブロックがあるんだ。 M 字ブロック使いなさいよきちんと。バカなのって言いたくなるよね。よし、ちょっと本来はちょっと実機の写真を見ながらどこが剥がれるとかきちんと見ないといけないんですけど、今回ちょっと実機写真をあえて見ずにやってますんでね。よし、これでまあある程度の簡単なスポンジによるチッピングができましたので、まあ、さっき言ったように米軍機そんなに派手に剥がれないんでね、ほどほどにしときます。ほどほどに。で次にまた筆に今度こうまた塗料を取って、まあしごいて、少量にしたのを、部分的にちょっとね多めにつけたいところ、取りすぎましたね、ちょっと拭き取りすぎちゃった、にのせて、こうがっつりと剥がれたところみたいなのもちょっと作っていきます。このままだとスポンジのままだけだとこう細かすぎるんでね。
度はこうパネルラインを意識しながら、あ、色を、こういうところが剥がれるかなっていうのをこう予想しながらやっていきます。あんまりやりすぎるとうるさくなるんでね、そこが難しいところ、どの加減までやるかっていうのは本当に難しい、チッピングはね。ちょっとでもやりすぎちゃった瞬間にもうこうなんていうの、ただうるさいだけになっちゃうし、あとね、どうしても初めてやる方はなんかえらいこう、ここもあそこもってこうまんべんなくこうやっちゃったりするんですけど、だいたい色が剥がれるとこってこう決まってて、何でもかんでもそこら中が剥がれるわけじゃないんでね、そういうところも含めてちょっといろいろと考えながらやるといいな。そういった意味ではやっぱり実機写真、見ながらやるのが一番まあベストなんですけどね。めっちゃ洗ってる海上自衛隊の、SH-60K とかのあの汚れっぷりから言っても、やっぱり海に出るとすごい汚れるっていうか、なんか害があるというか、塩害とかに含めてね、何かなのかなって気はしますけれどもね。ちょっと米軍機にしては派手に、剥がれた感じにはなってきてましたけど、まあ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 プラモデルでいいでしょう。ちょっと模型映えがするぐらいで、で変な話だけどさ、日本機がさ、まあどん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 落とされてって、工場から出てきて1週間も経たないうちにこう海の藻をずっと溶かしていくのに比べると、米軍機はね、生存率が高いんで、まあ、場合によっては本当にボロッボロになるまでこう戦争を生き抜いたやつもいるでしょうからね。こんな風には剥がれてなかったと思うけど、こんな風には剥がれてなかったと思うけど、まあいっか、まあ、今回はそんなに深いことを考えずにいきましょう言い訳ばっかりだな、さっきから。でちょっとつきすぎたなっていうところは、これエナメルでやってるんで、ちょっと拭き取ってしまえば。ホゲさん、終戦間際なんて落とさなくても自分から落ちていってるわけですしね。まあね。松沢樹林さん、この動画見てると航空機プラも作りたくなる。作ろう。飛行機は飛行機で楽しいですよ、やっぱり。そのジャンル、そのジャンルでこう楽しさっていうのがあるんでね、飛行機は飛行機でおすすめですよ。よし、OK、こんな感じでどうでしょう。これがいいのか悪いのかはちょっと分かんないけど、とりあえず、まあ、なんかやれた、ドントレスっぽくはなってきたかな。あとは一旦これでクリアを入れて、さらにもうちょっと汚しを入れるかどうするかというところですね。悩ましいですよね。うるさくしようとも一回でもうるさくできるんですよね、正直言うと。こういうのってただそれが果たしていいのか悪いのかというところにつながってくるんだけれども、どうしようかな。悩むな。